こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はもうここ最近一番リクエストが多かったものを食べてみようのコーナーでございまして、セブンイレブンさんから鳴り物入りで登場しました。こちらでございます。ティリーン、日清焼きそば UFO うまさ凝縮濃い濃いソースの焼きそば版税込み159円でございまして、なんとあのカップ焼きそば界の大物であります UFO が焼きそば版の中の焼きそばとして登場することになりまして、まあただなんて言うんでしょうね、この感じちょっと前、結構前か、あのカールがさ、食べやすさを追求してカールスティックっていうのが出てきて、いやカールしてないじゃんっていう事件がありましたけれども、これも UFO って言いながらこの形になっちゃって全く UFO っぽくなくなっちゃったじゃんっていう事件は起きております。パンに挟まってる分なのかソースが濃くなって、濃い濃いソースってありますけれども、ソース食おうぜって何よ、バンドやろうぜみたいな感じでソース食おうぜじゃないのよ。別にソースが食べたくて UFO を食べてるわけじゃないから焼きそば食べたいだけですからっていうのはまあいいんですけれども、これ温めた方が美味しいらしいので、ちょっと切り目を入れまして、軽くレンチンするのがいいらしいです。と、温まったものがこちらでございまして、ちょっとふやけ気味にはなりますけれども、ペローンと開けて、開け、あ、はいはいはい、こういう感じ。あ、確かに色、熱々、色めっちゃ濃い、めっちゃ濃くて、こう見る限りすごいさ、なんか麺がムチッとしてそうな感じもするし、結構パンパンに入ってますよねこれね。ほらこういう感じ、なんかゴロンと、なんか一本、太い一本が入ってるというイメージでございますが、いただきます。ではいただいていきましょう。あ、お、あ、うまい、うまい。あのね、思ってたよりもだいぶうまいね。なぜならこれ、あの UFO の焼きそばだけでなく、結構中にしっかりマヨネーズ先輩がね鎮座してるんですよ。結構このマヨネーズが濃厚に焼きそばに絡みまして、舌にねねっとりまとわりついてくる感じ、それがうまくて、パンのおかげなのか何なのかも分かりませんけれども、この麺自体も乾麺をお湯で戻した感じの麺ではもうなくなってる雰囲気、いつもの UFO と違うよそ行きの UFO が見られた感じ。 UFO はもう絶対によそ行きでしかない、 UFO で近所に行く人いないから UFO はもうよそ行きなんですけれども、そういう意味じゃなくて、いつもと違う感じの UFO なのよ。うん、うん、うん、うまい。まあ焼きそばパンってそもそもそういえばうまいからさ、それと比べてめちゃくちゃうまいのかって言ったらランクアップしてる感じもするんですけれども、いつものラップでさパンパンになってさ、ぎゅ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 焼きそばパンの感じも僕実は好きなんですよ。今二口食べて次三口目でしょ。うん、で最後の一口がもう四口目がもうこんくらいちっちゃくなっちゃうっていう、うんうん、割と分量的にだからいいおやつ的な分量で食べやすい。ただ青さのアクセントは効いてますけれども、紅生姜がないっていうのが意外とね、やっぱ普段の焼きそばパンを食べてる身としては、あ、寂しいなと。やっぱこの感じのものを食べちゃうとあの人の面影呼び起こしちゃうみたいなところありますけれども、一口食べて味にびっくりしちゃうと、信じられないことばかりあるのと、もしかしたらそうなのかしらというほどのことではないんですけれども、やっぱり美味しく味わえる一品でございまして、せっかくですからセブンに行ったからにはもうちょっと買ってきました。これずっと探しててやっと見つけました。ラーメン屋さんの味特製チャーハンというおにぎりでございまして、これが何を隠そう、あのヒカキン先生がね、セレブもいろんなものを食べてるでしょう、もう極上のものいっぱい食べてるであろうヒカキン先生がセブンのおにぎりランキングで1位に挙げてるめちゃうまおにぎりだそうでございまして、僕その動画が出た時からずっと探してたんですけども、やっと売ってました。ちょっと温めていきましょう。これか、これか、こっちにもある。チャーシューも結構あるのかな、で卵も結構パラパラとありますね。あ、
おお。いや、確かにこれこの形保ってんじゃん。ちゃんとまん丸の形保ってたからさ、そういうことかなと思ったら、口の中でさちょっとパラパラすんのよ。ラーメン屋さんのチャーハンもちろんだからさ、レンゲですくってちょっとパラッとするじゃん。別に僕パラッとするからうまいとは言いませんよ。あのパラッとしてなくてもべちゃっとしてても別にうまい、チャーハンうまいと思ってますから全然いいんですけれども、これはいわゆるラーメン屋さんで食べるチャーハンのようなパラッと感がちょっと再現されてる凄さ。もちろん味も均一に染み渡っておりまして、何より卵の部分はパラパラとかサラサラとか乾いた卵じゃなくて、ちょっとしっとりしてそうな感じすらもするような状態で、ネギの風味もほのかにあったりとかしますし、うん、うまっ。あー、ちょっと待って、今度はちゃんとチャーシューのとこ食べたからか知りませんけれども、チャーシューの味わいと風味もがっつり押し寄せてきまして、これに関してはもう何よりも荒木師匠もびっくりのくらいのパラパラ感。うん、美味しかった。ただこれもさっきの UFO と一緒で、ちっちゃいはちっちゃいね。なんかもっと食べたいじゃんって思わせるくらいのサイズ感、ずるくない？なんかモテる男性は最初のデートであえて女性を満足させないっていうなんかテクニックがあるらしいですけども、それ今僕されちゃってる？これじゃ足んないよなって気持ちもあるからさ、買っちゃうっていう、もうその時点で買っちゃうっていうのがありまして、これハイちゃん気になっちゃったよっていうのがこちらでございます。てりーん、スモークサーモン&クリームチーズというとんでもなく美味しそうなやつ。スモークサーモンがとにかく僕好きで、こういった感じのカスクート的なこういった感じのパンのやつも好きで、クリームチーズ半端じゃないことになっております。354円、ちょっと可愛くはない値段でもさ、初めからさ開いてんのよ。こうやって開けて中をお見せする必要がないくらい開いてるけど、もっと開けちゃうみたいな。あ、こういうこともしてきてくれてんの。キャベツと玉ねぎのやつが入ったりして、あ、これ思った以上だわ見た目からして。うまっ。これはうまいと思いました。味の濃さに関しましてはね、今日食べた中でも一番さっぱりしてるかな。でもね、スモークサーモンまずしょっぱすぎない。だからしょっぱすぎないのよ、それも。だからでも脂が乗ってて、サーモンの甘さが感じられるやつでございまして、パンも噛めば噛むほど甘さが出てくる、もうじっくり美味しいパン。クリームチーズはそれにねっとりした濃厚な味わい、食感を与えてくれるものでございまして、さらにこれキャベツと玉ねぎのね、酢漬けかな、酢漬けっていうの、お酢漬けのやつなんですけども、これも酸っぱすぎないの。だからみんなが出すぎない感じでやってくれてんの。みんなでどうぞどうぞ先行ってください、私なんてメスもございませんって言い合ってる集団、もうほっこりする。うん、やっぱそう、やっぱりそう。一口目は偶然かなと思ったんですけども、やっぱりこれ僕の一番好きなしょっぱすぎないもうスモークサーモン。僕ねサーモン好きなんです、そもそも。お刺身のサーモンとかお寿司もサーモン大好きなんですけども、鮭弁当の中に入ってる鮭しょっぱすぎる問題ってたまにあるじゃん。うわ、こんな舌がしびれるくらいしょっぱいの。いや、ご飯進むかもしんないけど、こんなしょっぱかったら鮭の味わかんなくなっちゃうよ、サーモンあるじゃんたまに。これはもう見事、ちょうどいい塩加減。うん、うん、ごちそうさまでした。というわけで今日は割と久しぶりにセブンイレブンさんの気になるものを買ってみた的な動画だったんですけれども、相変わらず食べて外れはないですね。結局なんかどこかで量が思ったより少なくて、思ったよりも値段がなんか気持ち高いのかなっていうのはあったりもしますけれども、食べたらやっぱりクオリティ高いなと、コンビニでこれ買えちゃうんだっていう良さはありました。っていうのはいいんだ、それはいいんだ、それはいいとして、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、野良猫くうすけさんからのコメント、今日の変なコメントも最高でした。ところで
ハイジーさん、サイゼリア台東田原町店に来ましたか？ Google マップの写真にハイジーさんそっくりな方が写ってるので、時間があるときにぜひご覧くださいって書いてあるんですけれども、住所を打ち込んで見てみましたよ。そしたらなんか知んないけど大量の自転車があるだけでした。これどういうこと？サドルってこと？